1956年の近鉄パールスでは、1956年の近鉄パールスの動向をまとめる。この年の近鉄パールスは、芥田武雄監督の4年目のシーズンである。芥田で監督就任4年目のチームは4月を首位と3.5ゲーム差の4位と、検討するが、5月に8連敗と負けが込んで一気に B クラスに転落。7月は14勝9敗1分。 8月は4、連勝を2度記録するなど14勝を9敗と2ヶ月で、直近10を作り、借金返済が目前に迫った。しかし、9月に後連敗するなど終盤は、負けが込みその後も巻き返せず上位の西鉄、南海、半球、毎日4球団のガジを崩すことはできず、優勝の西鉄に29.5ゲーム差、4位の毎日に16ゲーム差をつけられて、 借金14の5位に終わり、2年ぶりの A クラス復帰はならなかった。投手陣は、竹地文雄が16勝、関根純造が9勝など、先発陣が検討して、チーム防御率を3点台前半にとどめるも、打撃陣は相変わらずの貧打にあえぎ48、本塁打で50本未満にとどまり、チーム打率も、226のリーグ6位と、不本意な結果に終わった。 対戦成績では半球、毎日に11勝11敗で互角だったものの、優勝の西鉄には5勝15敗2分、二南海には5勝17敗と、両球団に大きく負け越したのが響き、借金返済はならなかった。ありがとうございます。